超ネタバレ3分でわかるワンピース、忙しいあなたへ送るコミックス第80巻の内容をサクッと把握できる公式の完全ネタバレ動画です。ドレスローザを揺るがした戦いから3日後、ルフィたちは人里離れたキュロスの家で戦いの傷を癒していました。自分が父親と知られればレベッカに迷惑がかかると身を引くことを決めたキュロス。それを聞いたルフィは納得してないわこの顔と、そこへ海軍がついに動き出したとの連絡が。急いで港へってこんな時に何の用だ。ルフィが向かったのは王宮にいるレベッカのもと。本心を聞かせろと迫るルフィにレベッカは、答えを聞くやレベッカを連れ出すルフィ。この展開はどこかで見たような。巨神島に続いてまたもや王族誘拐。自分に父親の資格はない、そう言い張るキュロスにレベッカは思いの丈をぶつけます。よかった、これぞハッピーエンド。一方ルフィは行く手に立ちふさがるフジトラに逃げるどころか立ち向かっていく。2年前は海軍大将を前に逃げることしかできなかったけど今は違う。なぜか声を出しながら攻撃しまくるルフィ。フジトラは嫌いじゃない、だから黙っては殴れない。対するフジトラは男の戦いに好き嫌いを持ち出すなど言語道断だけど、本音は戦いは一旦お預け。しかしその頭上にはフジトラが浮かべた無数の瓦礫が。だがその時ドレスローザの住人たちが一斉に押し寄せた。目的？もちろん恩人であるルフィを助けるため。無事船へと乗り込んだルフィにバルトロメオたちから驚きの申し出が。ルフィの子分にしてくれ。対するルフィの返事は窮屈だから嫌。海賊王にはなりたいけど偉くなりたいわけじゃない。戸惑う一同でしたが、やがてルフィが本当に言いたかったことに気づきます。大切なのは自由。それなら麦わら大船団結成だ。ベラミー、そして勝手に子分となった6人に別れを告げたルフィたちはバルトロメオの船でナミたちのいるゾウの島を目指し出発。しかしこの船どんだけルフィが好きなんだ。しかも船長室には一味の手配書がずらり。あれ、なんでサンジだけ生け捕りのみ。航海に出て1週間。なんじゃこりゃー。ゾウの島ってまさか動物のゾウだったの。タニー号を発見するもすでにもぬけの殻。ナミたちを探すため島へ上陸した一行でしたが、早速レフィは単独行動。しかしなんだかどこもかしこもボロボロだけど、うわ、ゾロの攻撃を避けた。彼らこそこの島の住人ミンク族。でもなんでナミの服を着てるんだ。ワンダの口から出た死体という言葉に思わず動揺するエソップ。一方ガーディアンズ相手に一暴れしたルフィは駆けつけたワンダに案内され砦へと向かいます。それにしてもこの惨状は、国が滅ぼされたばって。隠し砦に到着したルフィたちを待っていたのはミンク族たちの大歓迎。ナミ、それにチョッパー、無事だったんだ。え、サンジに何が。続くチャンネル登録よろしく。いいと思った方はいいねボタンを押してね。